この10年間皆さんに助けていただきました。とても感謝してます。ありがとうございます。こんな時期だからこそ、次は私が皆さんを笑顔にしたいです。これからも少しずつですが恩返ししていけたらなと思います。これは女優の山本舞香が自身にとって24歳の誕生日となる13日にデビュー10周年を記念した山本舞香2022カレンダー角川3080円を発売することをインスタグラムで告知した際に綴った文章だ。これまで東京グール東京グール S19 今日から俺は劇場版20など数々の注目作に出演してきた山本。現在放送中のワウワウ開局30周年記念連続ドラマ W 宮部みゆきソロモンの偽証、毎週日曜22時から放送配信、第1話無料放送でも主要キャストを務めている。そんな華々しい活躍を見せる彼女が大切にしているのは、感謝の気持ちと普通の感覚、嘘はつきたくない、自分のことを芸能人と思っていないと、まっすぐに紡ぎ出す言葉の端々から、山本舞香に数多くの人が引きつけられる理由が伺える。山本舞香撮影、島本恵里香。卓上カレンダー形式にした理由、デビュー10周年記念の作品としてカレンダーが発売されますね。最初は海外で大人らしさを表現できる写真集を作りたいと考えていたんですけど、大変な世の中になってしまったので急ぐものでもないのかなという風に思って、今回は内容をぎゅっと詰め込んだ良いものを作れたらいいなとカレンダーを作らせていただきました。10周年という実感はないんですけど、もう10年なんだと考えた時に、感謝の気持ちを伝えたくて、今までお世話になってきたスタッフさんや応援してくれているファンの方に、私これくらい成長したんだよっていう姿を見てもらえたらいいなって。卓上カレンダーにしたのにも何か理由があるんですか？卓上カレンダーだったら、デスクや寝室のような目の届くところに置くことができるなと思って、卓上カレンダーを見て元気が出ると思ってもらえたら、すごく嬉しいです。元気が出ると思いますし、山本さんがそんな風に思って作ったカレンダーというのもファンの方は嬉しいだろうなと思います。買ってもらって終わりにしたくなかったんです。ただカレンダーをお渡しするだけじゃなくて、1対1でお話しできる場を設けて、感謝の言葉を直接伝えたり、自分が誰かのファンだったら、どういうものが欲しいか、どういうことをして欲しいかと考えて、それが実現できるかはわからないけど、スタッフさんに伝えました。面と向かってお話しするのが難しければ、オンラインもありますし、これをきっかけにファンの方にお会いしたいです。自分を出したこだわりポイント、成長した姿を見せたいとおっしゃっていましたが、今回こだわったポイントはどんなところですか？これまでに出したカレンダーも写真集も正統派というか、本当の自分の笑顔が写ってるんだけど、例えばファッションだったりメイクだったり、自分が好きなものはどこにあるんだろうっていう風に昔は感じていました。今回はもっと自分を出したいと思って、大人になって少しは色気も出ましたというところを見てもらえるようにしたり、ファッションが好きと言ってくださるファンの方も多いので、自分が着たい服を選んだり、メイクはナチュラルにしたりと、セルフプロデュースをさせていただきました。カレンダーといえば、季節を感じるカットもあるのかなと思ったのですが、いかがですか？冬だからこういう服にしよう、みたいなことは考えず、本当に自分が着たい服を着ています。ずっとお世話になってるスタイリストさんが衣装を100着くらい用意してくれたんですけど、ドストライクな服が多すぎて選ぶのが大変で。最後は直感で選びました、笑。愛犬との撮影に喜び、たまらないですよ、笑。
今回は愛犬のシェリちゃんとレニ君も撮影に参加したそうですね。可愛すぎてたまらないですよ、わら。雑誌でもよく一緒に共演されていますが、シェリちゃんもレニ君もちゃんとモデルさんですごいなと思っていました。撮影ということを分かってくれているんですかね。分かってると思います。カメラをちゃんと見るんですよね。親バカかもしれないんですけど、わら。雑誌でも愛犬との企画をいただけることがあるのですごく嬉しいです。できるだけ一緒にいたいので、ファンへの思い、感謝。今日お話を聞いていて、本当にファンの方々やスタッフさんのことを考えていらっしゃることが伝わってきたのですが、カレンダー発売決定をお知らせする SNS の投稿もグッときました。文字って伝わり方が変わるじゃないですか。誰かと連絡を取ってる時にも、そういうつもりじゃないのに悪い風に伝わっちゃったりとか。だからどんな言葉で気持ちを伝えるのが良いんだろうってすごく考えながら文章を作りました。こうしてインタビューをさせていただいても、山本さんはまっすぐで誠実な人なんだろうな、嘘がない人なんだろうなと思います。だからこそ SNS で発信されていることもよどみなく入ってくるのかなと。嘘はつきたくないですね。言葉にするのがすごく難しいんですけど、小さい頃から人に感謝をしなさいと言われて育ってきたこともあるのですが、この仕事をしていて、もし自分が感謝の気持ちを持っていないとしたら、応援してくれている方々に失礼だなって。ファンの方に手の届かない人だと思ってほしくなくて、プライベートでも自分のことを芸能人と思っていないし、特別な仕事をしているとも昔から思っていない。特別扱いもしてほしくない。そういう感覚でずっといたいなって。だから、ファンの方の SNS 投稿にも普通にいいねしちゃいます。わら、いいねにはそんな思いも込められていたんですね。ファンの方にも伝わっていると思います。では最後に、カレンダー発売は山本さんのお誕生日になりますが、24歳はどんな1年にしたいですか？ファンの方と直接交流することが自分にとって大きなことなので、今回のカレンダー発売とイベントでそれが達成できれば、今年はもう一旦クリアです。笑。